こんにちは、吉谷さん。まあ従業員を雇う人と雇ったことがない人ではもう圧倒的に立ち位置変わるのはしょうがないですね。自分の能力が高いと思っている人ほど結構ね能力低いんですよね。で、自分の能力がまだまだだなと思っている人って結構いけてるなと思いますね。これは例外なくです。だから自己評価高い人はちょっとね勘違いしてる恐れがかなりあったり、あと何をもって能力が高いかっていうと、なんかね、結局お金を稼げてるかってことと時間が作れてるかに尽きるんですよ。なんか人の要求に振り回されて結局自分の時間を過ごしていないというね、そういうふうななんかこう巻き込まれちゃう人っていうのはね、いつまでもそうなんだろうなと思いますし、なんかすごく面白いデータが総務省の方から出されていて、私ずっと毎年見てるんですけども、これ令和2年の最新版でね、貯金が100万円ある人とない人っていうので切り分けてるんですけども、これがすごいねユニークなデータなんですよ。と同時にちょっとゾッとするものがありました。まあ20代でね100万円の貯金ができてる人って3割いないんですよね。いや、たった100万円ですよ。私なんてもう1日で使っちゃうような金額ですけども100万円ができないんですよ。これ笑ってますけど、私もね、私はどっちかって言ったら30代で100万円の貯金どころか3000万の借金作った人間ですけども、でもやっぱりね100万円っていうのは銀行口座に入っていてもなんか結局あれでしょ、生活費とかなんかの引き落としで終わっちゃうような金額だと私は感覚で思うんですよ。で、20代で100万円の貯金ができない人って30代でもできないし、40代になってもできないし、50代になってもできないし、なんなら60代でもできないんですよ。それがデータで出てるってことなんですよ。これあんまり知らない人が多いと思いますけども、貯金ってね習慣なんですよ。で、お金を稼ぐって習慣なんですよね。そう捉えることができるんですよ。で、時間があるないも習慣なんですよ。で、結局断ればいいんですよね。余計な時間使ってる暇がないと思ったら、自分とはもう関係ない話ですってことで断ればいいんだけども、最近は SNS の発達によってね24時間拘束されてる、なんかそんな状態にもなってますますお金が稼げなくなってくるというね、なんかその連絡手段が発達したからもっと早く処理できるはずなんですよ、本当はね。だってずっと会わないとできないこととか電話じゃないとできないことっていうのが、そういうふうなインターネットがない時代っていうのは仕方なくね時間が取られちゃうってことあると思うんですよ。先方に会いに行くとかね、誰々と話し込んでしまったとか。でも今ね、メール一発で終わるわけですよね。っていうか返信しなければいいし見なければいいっていうところに来るんですけども、余計な人間とは。でもそれをやっちゃうんですよね、所得の低い人ってのは。で、多分この動画見てる人の中でも所得が低い人いると思うんですけども、なんか見てねためになってると思ってくれてるんだったらいいんですけども、やらないんだったらためになってないんですよ、やらないんだったらね。だからずっとこの動画のやり取りしてますけども、私と吉谷さんは所得が上がり続けて自由な時間が増え続けてるわけなんですよ。でもそうじゃなくって、この動画を見てもやらないんだったらただ無駄な時間が過ぎて賢くなったつもり、もしくは楽しかったと思って終わりなんですよね。楽しいって言葉をまたねぶり返しちゃうんですけども、これビジネスの世界の話ですよ。金がなくて何が楽しいんだと思いますよ。お金に困ってます、楽しいです。もうねビジネスの世界ではこんなね欺瞞はないですよ。ビジネスをやってるんだったら豊かに時間ができて豊かに報酬がある、要するに短時間で高い報酬を稼いでるはずなんですよ。まあでもねこういう人もいるんですよ。1時間で5万円の売り上げ上げました、10万円の売り上げですみたいなね。いやでもその1時間を1時間で5万円という10万円の売り上げを作るために何時間かけたんですかみたいなことがやっぱあるわけですよね。あとはまあ顧客のフォローアップとかもあると思いますけども、今の時代顧客のフォローってそんなに時間かかんないはずなんですよ。まあ言ってみれば、Q&A みたいなのを作っておけばね、それ見て自己解決するんでフォローアップの時間ってますます減ると思うんですよ。要するにコールセンターですよね。一人コールセンターってできるじゃないですか。だから店舗がある時代っていうのはいつ誰から電話がかかってきても文句がいない状態だったんで、店舗に一人置いとかなくちゃいけないっていうね、で拘束があったんですよ。もっと言ったら
店舗が勝手に動いていて、社長がどっかで何かやってても店舗からヘルプミーの電話があったりするんですよね。これがだから自己評価が高くて実際は能力が低い人の例なんですけども、自分で判断して自分で解決すれば別に社長の手なんて借りなくていいんですよ。でも何かっていうと判断をね、社長に委ねるとかね、いや社長だったらこういうふうに考えるだろうなっていうふうに思えないんですよね、きっとね。で、何のためのね、中間管理職であり中級指揮官なんだって話ですよ。これ全部自分の責任で自分で判断して、それが結果が良くても悪くても自分で最終的に責任を取ってね、そうやって育っていくと思うんですよ。で、それがないんですよね。ほとんどの人はこれないと思いますよ。特にお金が稼げない人とか、もう自分の時間を他者に支配されてる人っていうのはもうこれでしょうね。まあ、吉田さんもこういうことをね、随分思ったと思いますけども、もう本当にため息が出るぐらい人っていうのは能力が低いんですよ。ビジネスの世界の話ですからね。ビジネスが抜けたところで能力が低いのは全然いいんですよ。まあ、例えばこうね、まあ、家族の関係とかでお互いに別に能力高いことを牽制し合っててもね、面白くないんで、それはね、なんかのんびり暮らしてるの、うん、いいよねみたいな感じでほのぼのと見てればいいんですけども、ただやっぱりね、なんか仕事をしてるつもりで鼻っ柱ばっかり高くてね、で、まあ残念みたいな例っていうのはもう満挙に頭がないですよね。で、本来だったら自分の人生、自分の時間は自分が支配してるはずなのに、なぜかね、他者によって左右されているという、まあ、その正体が吉谷さん、過去の我々ですよ。自分の問題は自分で解決するんだけども、他人の問題がやってくるんですよね。他人の愚痴がやってくるんですよ。他人の争いがお願いしますみたいな感じで来るんですよ。挙句にはぶん殴られて坊主でしょ。でも私はそういうのなかったですけどね。なんかやっぱね、まあ私こうカーッと来るっていうかね、まあ、しまいには暴力で解決しようといつも思ってるんですよ。どうせグダグダ言って度胸がないやつだから一発ぶっ放したら静かになるだろうといつも思ってるんで、そういう意味では腹据わってるんですよね。でもおかげさんでそういうふうにね、暴力で解決するような例っていうのはもう10年以上ないですけどもね。でも最後にはでも本当そうなんですよね。脅してやれと思うわけなんですよ。どうせお前ら何も自分で決められないだろうとかこんな高慢な態度ですからですよね。でそれをずっとね、飼いならしてるっていうか、これじゃあ良くないなと思って精神をずっとね、とどめてるんですよね。でも白状すると、私は本当に未だにそういう、まあ、乱暴者っていうか、なんか支配的なんですね、きっとね。まあ今の時代にはちょっとそぐわないかもしれないです、私の場合は。相変わらずなんか漫画の読みすぎみたいな人間ですから、まあ、なんていうんですかね。でも綺麗に言えば、じゃあ頭脳の問題とかで勝負しろって言われたらそれでもいいかと今は思えるんですよね。過去はね、昔は私も賢くなかったんで、なんかそのジャイアン的発想っていうかね、北斗の拳で言ったらこのジャギみたいな人間でしたよね。一番なんかどうしようもない北斗四兄弟のジャギ、なんでお前が北斗の家に招かれたんだみたいなやつですけども、私もだからそんな感じでね、あれなんじゃないですかね。国と国っていうのはその武力が裏付けになっていろんな交渉が決まるって言ってますけども、それはやっぱり個人でも同じで、弱っちい人ってなかなかね、主導権握れないんですよ。だから自分に力がないなと思ったら強い人に僕をね、寄り添っていくね、アメリカの影に隠れる日本みたいな感じがいいんじゃないですかね。それは仕方がないですよね。自分に力がなければ力がある人に寄り添っていくしかないんで、それがだから会社の社員ってもんじゃないですかね。自分で何にもできない、自分で金稼ぐこともできない、自分で自分を教育することもできない、他者に教育してもらったら、あ、めんどくせえとか思うね、この能力値の低さとか、あとトラブルを自ら呼び込むんですよね。私はもう個人的なトラブルは何にもないんですけども、よそから来るトラブルがあるんですよね。私には全く関係ないものがボーンとやってくるみたいな。それが会社員っていうくくりだったら、社長がやっぱりなんぼかね、首突っ込んでやらないといけないと思うんですよね。自分の社員ですから、自分の子分なんで守ってやらないといけないかなっていうところですけども、まあ、ことね、この吉谷さんとか私みたいに社員がいなくって全部ね顧客であり
そして自分の熟成であるってことになると、まあもう前のめりでやってあげたいですよね、これは、うん、っていうのが全部お金を払って解決を求めてくるからなんですよ。だから会社員とは全く逆で、社員の場合は給料を払ってあげてるのに、そして教育も施してるのに、助けてくださいみたいに来るわけですよね、うん、でそういうなんかその、うん、まあアマちゃん体質っていうかね、最後は親分に頼っちゃえみたいなね、社長に頼っちゃえとかね、会社の誰かが何とかしてくれるだろうみたいな、まあそういう気持ちでいるから会社員止まりなんだと思うんですよ。やっぱこうそういう時代が良かったことも良かったんですけどね、日本っていうのは昭和20年30年40年代50年代とかね、ともすれば平成が来るまでっていうのはやっぱりこう会社ってのは一つの会社ファミリーであってね、会社の社員が家に帰って、まあ、家族があるじゃないですか、家族も会社の仕組みっていうのを受け継いでますからね、やっぱりね、何々さんの奥さんとかね、何々さんのところのお嬢ちゃんとか、何々部長のお嬢ちゃんとかね、息子さんとかねであれでしょ、地域社会に帰っても会社の上司部下の関係が家族にも及ぶんで、クラスメートでお父さんが上司部下だったら、なんですかね、クラスメート同士もちょっとね引き目を感じたりとかね、優越感があったりとかっていうのがありましたけども、それでなんかうまくいってたところはあると思うんですよね、地域活動とか町内会活動とか。今は時代が変わったんで、そういうふうに会社が持ってくれる文化っていうのだんだんなくなってきて、自己解決が求められるようになってきたんですよね。まあ、もっと言ったら、この会社にいられてよかったなんて誰も思ってないんですよ。もっと待遇がいいところがあったら移ろうと思ったりね、なんだったらね、辞表を助けてやめてやるよみたいな気持ちがあるんですよね。でそういう気持ちが独立とか起業とか開業とかに向かわせるんでしょうけども、でもやっぱり根がちょっとねのんびりなんで、大変なことはできないみたいなところなんですよね、きっとね。もう言えばキリがないですけども、話戻すと、やっぱり自分の能力が高いと思ってる人はかなり低いですよ、これは。低いからこそ自分の能力と世の中の相場ってのを見誤ってるということなんだと思いますし、自分の能力低いなと思ってる人はやっぱりこう自己開発するんで、なんか高くなってる可能性が高いんですよね。それから自分の能力が低いと思える人って能力の高い人を見てるんですよ、いつも、ね、見てる人とか学ぶ人が歴代のねトップの人ばかり、しかも本で学ぶんですよね、これが。吉田さん、未だに本で学ぶっていうのはすごい高いレベルがそこに吸収されますんでね、1000円とか1500円、中古だったら100円とか200円で本を書くレベルの人の話がずっと見れると、要するに知恵が集まってるんですよ。でもやっぱり残念ながら、そのインターネットで SNS とかでね、自分で選んだ人って自分の低い能力で選ぶ人なんで、低い能力しかいないんですよ、これ。こういうことを面と向かって言うとね、怒る人もいるんですけども、でも実際そうなんですよね。で例えば私が SNS を作るとしたら、孫正義さんとかね、スティーブ・ジョブズと組みたいわけですよ。でも向こうが組んでくれないんですよね。だから久保さんでもいいよっていう人と固まるわけなんですよ。ということは、私と同じレベルの人が集まってくるんで、外から見たらね、お前同じレベルで集まってんじゃないかとかねなってくるんですよ。でどうなったかっていうと、私の SNS グループはいないということなんですよ。私一人ということになりました、結局はもう誰からも見放されてね、一人ぼっちでございます。だからこそなんかね、こうやって YouTube のやり取りをする人だけが残っていて、でまあ良かったなというかね、負け惜しみが半分入ってますけどもだから私に付き合ってくれる人はもういなくなったというね、うん、まあこうやって、お互いの立場と事情が尊重できる人とかね、でおかげさまでね、やっぱりね、所得の高い人とか自由な時間を持てる人だけが残ったって感じですよね。そうじゃない人は去っていってね、うん、だからやっぱりちょっとこう安心というところもありますね。まあ、たまにちょっとね、まあいいですよ、これはたまにっていうか結構ね、毎日のようにあるんですけどね、だから相変わらずその私もそうなんですよ。結局は低レベルの悩みから抜け出せてないっていうのは、そういうのがやっぱ飛んできますからね。まあでもその自分のところの熟成だったら、低レベルだとかなんとかじゃなくって、やっぱこう自分の弟子のピンチだと思って解決に向かってね、目いっぱいやってあげますけどね、その結果やっぱ解決するわけですよ。
時間の問題とお金の問題についてはね、これはだからビジネスでつながってる人ってのはやっぱ解決するわけですよ。意欲がありますから。前も吉田さん言ってますけども、お金を払ってまでね私のところに来る人ですよ。それはレベル高いですよね。お金払わずに付き合ってる人より高いですよ。社員みたいにお金もらいながら付き合ってる人はもっと高いですよ。だからやっぱり人ってのは飼いならされちゃダメってことなんじゃないですかね。やっぱり成果が出ようと出まいと自分の生活とか自分の人生が守られてますよって人にどうやって能力つくんですかってことなんですよ。やっぱりね、ここで一歩引いたらやばいとかね、ここで知名度を受けたら再起不能だっていうことの繰り返しで人は育つんで、だからね、なんかこう、言えばねキリがないんですけどね、こういうことは。だから手取り14万の人にどうこう言うつもりはないんですけども、ただこうやってこの億万長者合宿のやり取りを見ながら手取り14万ってことはこのままじゃいけないと思ってるはずなんですよ、ね、別に手取り14万でよかったら金持ちになりたい方法なんて探さないでしょ。金の方法とかね、そのままのんべんだらりと生きていけばいいんですよ。でまたこれ本当に言いますけどもね、全然面白くないと思いますよ。そんな手取りで10万とか20万で貯金が100万円もできないわけでしょ。それでいて、わあ楽しい人生だったとか言ってね、そういう意味では私はそういう人たちはね、ちょっとこう軽蔑してるようなところありますよね。世の中が不景気だっていうのは誰が不景気作ってるんだと。私じゃないですからね、全然世の中の不景気を作ってるのは。いや不景気で別に全然 OK ですよって言うんだったらいいですけども、不景気で不都合を感じてるその人が稼いでないわけですから。貯金が100万円もないとかね、やっぱりね30歳になって貯金が100万円もないってどういうことなっていうことですよね。で結構こう自分の能力を作る時間もあったし稼ぐ時間もあったわけじゃないですか。だから貯金がない人に限って私は昔こんなに月収を取ってましたとか言うわけですよ。でなんであなた今お金がないんですかとかね、なんであなた今時間がないんですかとかね、特にその、フリーでやってる人も自由を求めてフリーになったのに、だから結局なんかね全然自分の時間が使えてなくって、他者によって自分の時間支配されちゃったりとかね。まあそうしたらね、夜中に起きて仕事してる前は何なんだって言われそうですけどね。いや待て、俺は仕事してないと仕事じゃないとしかも寝るのが早いざまみろって感じですけどね、だから人に合わせてここに時間を設定したりとか、人に合わせてここにお金を使ったりとかって、もう完全に他者に誘導されてるわけなんですよね。でそういう状態が能力が低いっていうことなんですよ。能力が高ければ低い人を支配してるはずなんで、だからそこをね目指したいと思っているんじゃないですか。正直に言えば私が言葉にするとなんかひどい人みたいになりますけども、結局そうなりたいわけでしょ。他の人に、他の会社に、会社じゃない、他の会社じゃない、他の人ってのは要するに会社の上司とか会社のミッションとかね、会社の経営幹部とかによって支配されたくないと思うから、会社員でいるのもなとかね。でフリーになっても同じですよ。取引先とか自分のお客さんに左右されたくないと思ってるのに、結局左右され続けて人生が終わるんですよね。でそうなるとやっぱり家族も持てない人が出てきたりとか、家族が持てていても家族と過ごす時間がないみたいなね、そんなことになるわけですよね。いやそれで求めてるのがそれだったらいいんですけども、求めてないわけなんですよ。で矛盾を感じながらもいつかは楽になるはずだと思って、そのいつかは来ないんですよね。それがまあ現実なんですよ。それでまあなんか知らないけどね、楽しそうに過ごしてるわけなんですよ。だからね本当